学、まあ、本当いろいろ魅力はあるんですけど、やっぱり、自由ですね。現実的じゃないからできないとかそういうことはなくって、とにかくこうアイディアを自由に発想して、でその時本当たまにですけど、あそうだったのかと、こう新しいものの見え方がバーッと広がる瞬間があって、まあ、それはすごく楽しいです。であともう一つ、その議論してる時なんですね、一緒に話してるともういくらでも止まらなくなって、こうワクワクして自分のアイデアを聞いてもらえたり、まあ、人から思いもよらないアイデアを聞いたりっていうのがすごく楽しいです。数理女子というホームページを結構しっかりとデザイナーの方とかに協力していただいて作りまして、運営をしています。で、まあ、趣旨としては数学の分野って今まだ日本は特に女性も少なくって寂しいなと、で、まあ、男女問わずいっぱいの人と一緒にこう数学楽しいっていうこの気持ちを味わいたいなと思いまして、女子中高生とか女子大学生とか、そういうもう大人の女性もですけど、まあ、そういう方もちょっと気軽に見てみようかなと思えるようなページがあったらいいのかなと思いまして、作りました。今置いているのは、数学って他の分野とどういう関係があるのとかいうことを、まあ、紹介する、世界は数学にあふれてるのかなっていうコーナーと、数学科を出たらどういう仕事があるのっていうことで、まあ、数学がつなぐ未来みたいな、そんな感じのと、それからまあ数学そのものですねの中身に関するまあコラムと、あとは数学科の女子学生とか、あるいは女性研究者っていうのがどんな生活をしてるかっていうコーナーという感じで、まあ、4つのコーナーを立てて、記事を時々こう更新しています。で実際そのほとんどの中身は男性が見ても多分すごく楽しいと思いますし、知らなかったっていうこといろいろあると思うので、まあ、男女問わずぜひ見ていただけたらなと思います。それでそのページをやり始めてから、その後に小学生中学生とそのお母さんを対象として、まあ、女子なんですけど今のところはワークショップもやってまして、まあ、ワークショップは算数とか数学の、まあ、いろんな面を知ってほしいと体験型でやっていただいております。そんな数学の面白さがもっともっといろんな人と一緒に共有できたら嬉しいなと思って、まあ、研究もすごく好きなんですけど、やっぱりいろんな人に数学面白いねとか、こんな面白かったんだって言ってもらうことが、まあ、一つ他に私の中ですごく楽しいことなので、まあ、そういう活動もこれからもしていきたいなと思っています。